はい、すいません、気をつけて。はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。お気をつけて。気をつけて。ビワチャンネル始まるよ。全員集合。はい、どうも、ビワチャンネル K です。今日はガラスどうすか。いい色出てるっすよ、はい、今 1,2,3,4,5,6 台ボースト貼ってるのがありますね、まあ、とりあえず画面に映ってる3台です。3台ですけどね、はい、ナンバー見てください。ここ山梨ですよ。山梨ですね。山梨ですね。はい、釧路。釧路ですよ、はい、まあ本人は根室からですけど、はいはい、根室の方からフィルム貼りに来ていただきました。いや、本当ありがたいことありがたいことで申し訳ないです、はい、わざわざこんな遠くまでこんな遠くまでで、まああのガラスはフロントはね変えずに、はいはいはい、純正ガラスですね、はい、純正ガラスの状態で、うん、このような感じで、ドア左右はピュアガラス90に交換した後、はいはい、プレミアムゴースト、はいはい、90を2枚重ねて貼ってます。いや、めちゃめちゃいい色出てますよ、はい、ね。これはこっちは社員だな。社員でピュアガラスに社員ですね。社員よりも光らない感じ。はいはいはい、ピュアの方がね。そうですね。なんかちょっと光ってる感じ。こっちの方がやっぱ反射はしてなくてブルーって感じで、こっちは反射しながらブルーみたいな。まあこれちょっと重ねすぎてるから比較にならないんだけど。ただ同じ角度で両方色が出ないっていう、あの。でもここが一番出てる。これ一番出てます。うん、はい。ちょっと最近うちの流行りです、はい、このプレミアム90に2枚張りっていうね、はいはいはい、いや、すごい綺麗に出てるんですよ。綺麗に出てる。すごい綺麗です。あのこれちゃんと着色フィルムじゃないんで、あのちゃんと中見えるんで最近覚えたこと言ったじゃないですか透過色でしたっけ。そうそう、ね、もう全然普通です佐藤さんいや、あのまた言われますよ、 あれほど言うな。ちゃんと翼くんのところのステッカーもあるから。そうですね、はい、よいしょ、ちょっと失礼して、はい、はい、で、いや、このこっち側ちゃんとシャキシャケンのね、このそうですね、こっち側もよいしょ、シャケンの方ですね、はい、いや、すごいですよね、ガレージ一時さんの商品が、北海道まで届いてるんですよ。北海道まで届いてるだよ、翼くん、はい、伝わってほしいな伝わってほしいな、そうですね。で、まあね、あの一応うちの、はい、すみません、ロッカーバナーを、いや、はい、つけちゃいこんなにデカデカとすいませ ん, すいません宣伝してもらって、はい、で、このホイールが、まあ、はいはい、俺もね、結構好きなこのさ、ナスカのシャープワンなんだけど、あ、タイヤですね、タイヤ、タイヤですね。俺、これ、ハイエース乗る前のグランドハイエースか、はいはいはい、に、3回ぐらい入れたかな、16インチを。あ、これでも16じゃなくて、これ17だもんね。17ですね。そう、俺が入ってる時は17、16しかなかった。あ、俺結構このタイヤ好き、はいはい、で綺麗にしてるよね、タイヤを。いや、そして車めちゃくちゃ綺麗ですけど、ね、テールランプもこれはどこのやつかな。でもなんか分かんないけど、社会に変えてあってマフラー変わってて、そう、ここにもうちがいます、はい、でかいのすいません、はい、これあれですよね、年式で言ったらめちゃめちゃ新しいですよ、ね、新しいよね、これだから現行型。そうっすよね、だってカメラそこにいるっすもんね、うん、そう、カメラついてるから7型ってことかな。はいはいはい、まあ、よく言う7型、4型4型の7型ちょっと我々ちょっと俺らの古いんで、あの仮想校舎と、はい、あの仮想校舎なんで、そうですねあのエンジンの音が静か、すっごい静かです。静か、いや、さっき思ったんですよ、めちゃめちゃ静かだなって。で、ね、で、まあこれだけ色が入ってるにもかかわらず、はいはい、84くらいだったかな、はいはいはい、うん、くらいなんで、あの車検全く問題ないです。いや、そうですね、はい、だってこう中見えるっすもん。見える、ええ、はい、これあのよく言いたい、見えるっすか、ね、いろんなところに顔突っ込んでるけどさ、そうそう、首突っ込んでるっすね、顔は突っ込んでないっす、顔は突っ込んでる、首突っ込んでる。まあこの角度で見るともう張ってないみたいな角度だよね。そうですね、これやっぱその角度で、うん、だけどドアは見えるっていう、ドアはこれはやっぱり寝てるからそういう風に見えるんだよね。そうですね、そうですね、うん、これを上にすると背ちっちゃいけど、そうやると見えるんだよ。そうですね、こうやると
なんか足プルプルしてるけど、もうこれ以上高いとこ行けないですよ。リフトダンプが必要ですね。リフトダンプ必要で、あとあの、ね、ガラスリットもあるじゃないですか。ガラスリット、はい。もしかして一緒のやつを貼ったっすか。そう、一緒じゃない、こっちは、こっち何貼ってるんですか。社員かな、こっちは社員、うん、でもすごい綺麗に出てますよ。綺麗に出てるね、色がね、うん、もうこう、画面もさ、2画面の仕様になってるし。おー、びっくりした。あー、はい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 、これも、これは多分あれですね、俺の好きなとこの、なんだっけ、ワールドさんかな。はいはい、多分ワールドさんのウィンカーカバー。はいはい。で、このちゃんとバンパーガードがついて、こう、ね、エセじゃなくて本物がついてるんですよ。そうですね、編集長はエセをつけようと思ってたんだけど、いや、案外簡単につかないことが発覚してるんで。下から持っていかなきゃダメだね。そうなんですよ。であれはちょっとやっぱ作った方がいいよ。あの時間かかると思うんです多分。そうだね、こう6、ね、こう、そうですね、フォグもそうですもんね。フォグも新しいやつだから。いや、にしても今この画面でもう3台とも色出てるんですけど、うん、多分置いてる位置もあるんですけど、一番青くて、うん、で次に青いのがこれで、でこっちはなんか今あの水色に見えるっす。そうかな、これダッシュパネルかな。これあれにつけてるからね、コートテクトさんのところのガラス、もともとちょっと青にシルバーが入った感じのガラスに、はいはいはい、これでもね、社員かな、はいはいはい、まあこんな感じの色が出るんですね。なかなか面白いですよね、はい、こんだけ三者三様で色が、こっちはね、純正はね、グリーンガラスの色を吸ってる状態なんで青く見えるんですよ。そうですよね、はい、めちゃめちゃ青く見えるんですよ。紫に見えない、はいはい、青く見える、はい、そんな感じで、北海道からわざわざ、はい、ハリー来てくれたって。いや、ありがたいことで、はい、本当に、まあ、今からまだ数日かけて帰られるということで、なんか、茨城からフェリー取れなかったらしくて、ああ、なるほど、なるほど、青森まで行って、はいはいはい、はい、で、まあ、ガラス屋さんに寄ってくれと、一応頼んできましたけど、理由か分かんないですけどね、まあ、そうですね、まあ、ちょっと、まだまだ道中長いですから、気をつけていただいて。はい、まあ、こんな風にガラッとイメージが変われる、そうですね、フィルムなんで、ぜひご用命の際は、はい、会社ピュアへ、はい、DM もしくはお電話でお問い合わせください。で、ピュアガラス90もハイエース、キャラバン、ついにプロボックスまで、まあ、ジムにも普通にある、ジムにもありますしね、ついにプロボックスが、ついにプロボックス来ましたからね、来ましたね、まあ、きっともう動画出てるだろうと思いますけども、うん、はい、まあ、ああいうふうにいろんな色で遊べます。そうですね、ショートなんかも出してるんですけど、あのサンセットなフィルムっていうはいはいはい、はい、イメージ出してるんですけど、はいはいはい、見ましたあのホテルからの家が合ってるでしょ。そうですね、にしか見えないですもん、もうああなるとパームツリーが欲しくなるよね。はいはいはい、はい、まあそんな風にね、いろんな色が貼れるガラスに交換ができる車、はい、そうですね、まあ、今言ったようにハイエース、キャラバン、ジムニー、プロボックス、はい、今4車種出てますんで、でハイエースに関してはフロントガラスも出てます。そうですね、ワイドも、ナローも両方出てますんで、はい、まあ平日のように色が、まあ、このね赤系の色もあるし、はいはい、黄緑色っちゃ黄緑色のやつもあるんで、はいはい、言っていただければそれなりにいろいろ合わせてやってきますんで、はい、はい、ぜひご了承ください、はいはい、じゃあ今日は、まあ、北海道から来てくれたと。いやー本当にびっくりですよ。こう上下をあれできたね。そうですね、北九州と、うん、北九と、北海道と、次は沖縄ですね言ったな誰か沖縄に参戦してくれる猛者がいればまあ遠いから無理はしないでください、はいはい、じゃあ今日はこの辺で、はい、まあ、この動画がいいなと思った方はグッドボタンでチャンネル登録、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします、はい、それではアディオス。アディオス。はい、すいません、じゃあ気をつけて。はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。お気をつけて。気をつけて。すごいね、北海道から来てくれて。いやー、初北海道ですよね。びっくり。いやなか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 今から大変だと思いますけど帰り気をつけてもらって3日ぐらいかけて青森まで、そうですね、帰るようなことでしたから、青森からフェリーで乗るってことなんで、はい、まあぜひ
まあ、ピュアに来てフィルム貼っていいよっていうつばのの方がいらっしゃったら、はい、ぜひそうです、ね、電話ください、はいはい、じゃあ今回はそんな感じですね、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくね。SNS のフォローもよろしくね。できれば動画の拡散もしてくれたら嬉しいな。でも見てくれて